はい。えっ、ー、と、プロジェクトベースのラングジ u a ーングのコースに参加しているインドの、えー、先生方、こんにちは。はい。えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、12月、えっ、ー、とですね、11日の授業のための反転、えー、ビデオを録画しています。はい。えっ、ー、と、このビデオの内容は、えー、交流会についてですね、インドと日本で行うオンライン交流会について、その形式とかタイトルを決めるということを、えー、話しています。 で、その交流会はですね、1月の30日か31日にズームで行います。これもどちらにするかみんなで決めましょう。はい。で、えー、交流会にはインド人と日本人を招待しますインド。インド人は皆さんが教室で教えている学習者がいいと思います。で、日本人は、えー、とインドが好きな人だけを招待します。で、えー、中には英語を話せない人ももちろんいると思いますね。で、いろいろなトピックで話し合います。 まず、どんな形式がいいかを考えましょう。えっ、ー、と、一つの、えー、提案は、花金という、えー、イベントの形式ですね。えー、ズームというのは、ブレイクアウトルームを、えー、50室まで開くことができます。部屋を50個作ることができるんですね。で、それぞれに、えー、違うトピックを、えー、決めて、で、参加者は、その、い、えー、その行きたい、 話し合いたいトピックを考えて行きたい部屋に自分で行くわけですね。はい。人が多い部屋と少ない部屋ができると思います。これは2時間ぐらいがいいと思いますね。もう一つは、えっ、ー、と、11月の7日と8日に行わ、行われた、えっ、ー、と、南アジア日本語教育国際シンポジウムと同じような形式です、えー。メインルームでインド人の日本語学習者が日本語で何かを発表して、その後でその発表に ついて、ブレイクアウトルームに分かれて5人ぐらいの少ない人数で日本人とインド人が話し合うパターンですね。メインルームで発表したらブレイクアウトに分かれて、2番目の発表がしたらまたブレイクアウトルームで分かれて、また3番目の発表をメインルームでやったらまたブレイクアウトルームで分かれて話すというようなパターンです。 はい、えー。それから、えーと、交流会の日本語のタイトルも決めたいと思います。えー、でたくさんアイデアを出して、みんなで投票して決めましょう。ここにいくつか例を挙げていますが、あの、これはあくまでも例です。えー、別にこの中から選んでほしいというわけではありません。で、インド向けには英語で別のタイトルにしてもいいと思います。はい、で12月11日のズ、えームで決めなければいけないことは、 えっと、まあ、いくつかありますが、まず最初に、えっ、ー、と、どんな形式の交流会にするかですね。えっ、ー、と、さっきのあの、花金形式にするか、シンポジウム形式にするかということです。はい。えー、それから後半になったらですね、えー、提案1の花金形式になったら、その50個までトピックを、えー、決めることができますから、その、えっ、ー、と、どんなトピックにするかを決めましょう。後半でね、ズーム、12月11日のズームの後半で、えー、それを えー、提案1の場合は、そのトピックを決めます。提案2の場合は、どんな発表をインド人の日本語学習者にしてもらうのがいいかをブレインストームしましょうね。はい。で、時間があったら交流会のタイトルもアイデアを出したいと思います。えー、それから、えっ、ー、と、このコースは、えっ、ー、と、毎週ですね、毎週1回個人面談をすることになっていますので、カレンドリーで予約をしてください。えー、こういう好きな、あの、1週間のうちの好きな日を好きな曜日を選んで、 好きな時間を選ぶだけです。とても簡単ですね。はい。えー、さて、このビデオの中に、えー、もし知らない日本語があったら、えー、クイズレット、暗記、メモライズ、Google スプレッドシートとかですね。こういうところに記録を残しておいて、後で、えー、復習できるようにしておいてください。はい。それでは、ズ、えームで12月11日に会いましょう。失礼します。